アンモニア、ホスフィン、アルジンの構造、ニクトゲン化水素は、水素とニクトゲンが共有結合で結びついた二元化合物である。最も単純な形は、化学式、XH3 である。三角形平面である13属元素の水素化物とは異なり、ピラミッド構造であり、そのため極性を持つ。ニクトゲン酸水素は、通常、元素が重くなるほど、 不安定になり、毒性が高くなる。単純なハロゲン化水素やカルコゲン化水素と同様に、肉とゲン化水素は水にかようである。酸性水溶液となる、硫化水素やフッ化水素等の他の水素化物とは異なり、アンモニアが水に溶けると、塩基性の水酸化アンモニウムを形成する。ホスフィンも水にかようである。アルシニアスチビンは、若干溶ける。 ビスムチンがどうかは分かっていない。肉と原酸水素の性質のいくつかは以下の通りである。これらの気体は純粋な形では無臭だが、空気と触れると匂いを持つ。アンモニアは尿や魚に例えられる悪名高い強い匂いを持つ。ホスフィンは魚やニンニク、スチビンは硫化水素やセレン化水素に似た、腐った卵の匂いと言われる。 長さ3と4のホスファンすべての直左法は、肉とン化水素は、XNHN プラス2と表せる。アンモニアは、すべての化合物の中で最も大規模に、工業生産されている。水と同様に、水素結合によって、他の肉とン化水素と比べて、融点や沸点が高くなる。水素結合の他の効果として、比有電率は高く、密度、粘度、 電気伝導度は低くなる。水と同様に、優れた四化溶媒としてよく用いられる。窒化水素としては他に20種類以上が知られており、最も重要なものは、ヒドラジンとアジカ水素である。ヒドラジンは、水とよく似た物理的性質を持ち、有点と不点はそれぞれ摂氏2.0度、摂氏113.5度、低、摂取5度の固体密度は1.146。 グラムマイリッポーセンチメートル、摂氏25度の液体密度は1.00グラムマイリッポーセンチメートルである。アザンはアンモニア、ヒドラジン、トリアザンを含む。無色で毒性のある気体のホスフィンは、最も安定した臨水酸化物、最も単純な直鎖ポリリン酸である。N が大きくなるほど、熱的に不安定になる。PNHN から、 PNHN-18 までの他の環状や、不飽和のポリリン酸も知られており、1997年には85種類に上った。水には不要だが、二硫化炭素やトリクロロ酢酸等の有機溶媒には可用であり、強い還元剤となる。アルシン、スチビン、ビスムチンは強い毒性を持ち、熱的に不安定で無色の機体である。ホスフィン、アルシン、 スチビン、ビスムチンには、水素結合はなく、アンモニアのようにメガヘルツプラス4とメガヘルツマイナス2に乖離することはない。肉とン原子が重くなるほど密度は高くなり、MH 結合の長さは長くなり、HMH 結合角は小さくなる。標準生成エンタルピーは、熱安定性が大きくなるのを反映する。 アルシンは250摂氏300度でヒ素と水素に分解し、スチビンは室温でアンチモンと水素に分解し、ビスムチンは低摂氏45度以上でビスマスと水素に分解する。アルシンやスチビンは非常に容易に酸化して酸酸化ヒ素や酸酸化アンチモンと水になる。高温で金属と反応すると非化物やアンチモン化け物となる。 まず 2H4 等の低分子の水素化け物も知られているがずっと不安定で性質は分かっていない。水素原子と窒素原子核一つからなる意味どもともにクトゲン化水素に分類される。ありがとうございます。